それにしてもその年でさ遊園地連れてけなんて普通自分の兄貴に言うか。何言ってんだよ。恋人もいなくてたまの休みも部屋でゴロ寝くらいしかすることのない情けない実の兄貴を思って誘ってあげてんじゃない。感謝してよ。バカやろお前、自分の恋人が日本にいないからその代わりに俺引っ張り出してきたんだろ。今どうしてんだ。連絡ぐらい来るのか。レーサーだからあっちこっち飛び回ってんだろ。うん、今年はねだいぶ成績いいんだよ。もう3回も優勝してるしね。まうまくやれよ。ありがとう。何泣いてんだよ。お化け屋敷タイトル泣くんじゃねえよ。本当に春樹と一緒だと恥ずかしいよな。あんなに大声で悲鳴あげてさ。いやいや行っちゃってよ。やめてよ。おいジェットコースターに乗りに行こうぜ。あっこの乗りたい。お前の兄ちゃんが乗れないってさ。高いところへ行くとおしっこ漏らしちゃってさ。兄ちゃん、はい、ジェットコースター乗りに行こうぜ。ジェットコースター漏らしちゃうか。兄ちゃんのも縮めないでよ、ね、やめてよ。ほら弱い者いじめするな。やめ行こうぜ。大丈夫ねえ、大丈夫。あいつら僕が高いところとか苦手なの知ってて妹の前で僕に恥をかかそうと思って。なあ、アコちゃん連れて観覧車にでも乗ってこいよ。え、少し男同士で話をしてくるからな。なるほど。アキコちゃん観覧車乗りに行こっか。でもいいよ、行ってこいよ。さあ、こお前、あといくらぐらい残ってる。ね、あと1000円ぐらい。800円、やめよっか。そうだね。なんだこれ。俺は沖縄の生まれなんだけどさ、でも子供の頃は水泳がへったくそでな、水を怖がってたんだよ。だから友達と海へ行った時なんかいつもバカにされてたな。でもある日真由美が、さっきのお姉ちゃんだけどさ、妹が海で溺れちまったんだよ。本当？なんとか助けなきゃって必死で海へ飛び込んだ。怖かったはずの水なんか全然意識しなかった。それから泳げるようになったし、みんなにバカにされなくなった。男はな、自分が怖いと思うものに立ち向かわなきゃならない時が来るもんなんだ。それに兄貴っていうのはどんな時でも妹を守ってやらなきゃならないんだぞ。よし
よせよ、気味悪いよ。なんだよ、お前も行くじゃんしになったのかよ。何だったんだ今のは。いって大丈夫ですか。自転車で走ってたら何かにぶつかって。何だろう。何か。どうしたの。壁だ。壁があるよ。壁？本当だ。見えない壁だ。これ何？何だろうね、これ。本部。こちら新庄、こちら新庄。なんだこれは。地面から突然伸びてきたんだ。突然伸びてきた。赤外線に反応してようやく姿を見せました。見えない壁は遊園地全体をすっぽり覆っています。さらにこれは生物反応。そうです。これもかなり大きな怪獣が。じゃあ見えない壁も怪獣が。まだ断定はできませんが、その可能性は高いと思います。第5隊はガッツウィング1号で、宗像副隊長とレナ隊は2号で、それぞれ現場に急行。了解。ばっかり狙ってやがる。ジュンヤ考えられるのは子供の持つ成長ホルモンを狙ってるってところやな。じゃあ子供たちが怪獣の餌に。いや、怪獣が出現した穴に人間の子供のものと思われる生命反応があります。直接食料としてるわけじゃなさそうですね。ちょっと待て。超音波で詳しく見てみる。これは卵や。怪獣のやつ、子供たちを拉致して体の中に卵を産みつける気や。助けて！
じゃあこいつの巣の中にいるのかよ。ねえどうしよう。読売ランド内に体重確認。よし、攻撃開始。ダメです、見えない壁が弾き返してしまう。ダメか。ダメなのか。しまった。見えない壁の分析結果が出ました。これは地球上にはない物質やな。宇宙怪獣なの？ずっと昔に飛来して地中で眠ってたのかもしれませんね。かなりの高度を持ち、さらに光の屈折を利用してレーザーなんかを弾いてしまう。何か対策は？水素とよく似た物質を大量に含んでますね。そうや、液体窒素で瞬間的に冷凍すれば分子が暴れ出して勝手に崩壊するんじゃないですかね。試してみましょう。早速取り掛かって。了解。こんな凶悪な奴に繁殖されたらたまんないわ。おい、このでかいの、こっちだ、こっち来い、おい、こっち来い。逃げて。おい、こっちだ、俺を捕まえてみろ。男はな、自分が怖いと思うものに立ち向かわなきゃならない時が来るもんだ。どんな時でも妹を守ってやらなきゃならないんだぞ。よし。
堀井隊員の開発した液体窒素ビームを搭載したガッツウィング1号と2号は D 地区に向かって急行していた。遊園地の裏手の方に移動中です。よし、液体窒素ビーム放射。了解。異常発生、緊急着陸して人命救助に当たります。あの触手に気をつけろ。了解。
しゃ。やった。大丈夫？ああ、しっかりしろ。大丈夫？大丈夫か？守る。おい。大丈夫？ここ以外に被害は出ていません。ご苦労。立てるか。守る、大丈夫か？わかった。死ぬかと思った。あ！なんだ、漏らしちゃったのか。偉そうなこと言ってるくせにだらしねえな。やめろよ。なんだよ。人が失敗した時に笑うなんて最低だぞ。そう、春樹君の言う通り、最低だよ。お兄ちゃんすごいんだ。怪獣から私たちを助けてくれたんだよ。ハルキが？本当だよ。今度ゴーカートで対決してみるといい。嘘じゃないことが分かるさ。今までごめんよ。みんなには内緒にしてくれよ。当たり前だろ、友達じゃないか。あう、あうからの体を使って進化の実験を行ってしまった科学者凌介は怪獣エボリューに変身する。僕の気持ちがわかるか。次回ウルトラマンティガ闇へのレクイエム、お楽しみに。